今朝、大阪市内の道路ではスマホを見つつイヤホンで音楽も聞いているのでしょうか。危ないですね。週の始まりで慌ただしいためか交通違反をする自転車も多く見られました。そんな中、先週金曜日、悪質な自転車の交通違反に反則金を求める青切符を新たに導入する改正道路交通法が成立しました。取り締まりの対象は16歳以上で、青切符の反則金は5000円から1万2000円程度の見通しです。スマートフォンなどを使用するながら運転も反則金の対象となりますが、スマホを 手に持って見ながら走っていますね。これでは前が見えないので危険です。あの人ながらですね。携帯見ながらとイヤホンしながらでしたけど、運転中自覚ってありました？すいません、ちょっと見てなくてちょっと触ったりしちゃう時ありますね。この自転車の罰則で違反金が発生するのってご存知でした？ちょっと今は知らなかったです。でしたらやめようかなって。危ないんで。やっぱ抑止力にはなると感じますか？そうですね、はい。交通量の多い交差点では危険な瞬間も。赤信号です。非常に危険な運転です。おまけにイヤホンもしているようですね。交差点の真ん中に止まってしまって非常に危険ですね。警察官がついに注意に入りました。外に出るように促していますが動く気配がありません。どうするんでしょうか。警察官の注意を振り払い無視して車のルートで右折をしてしまいました。今回の法改正の背景はこうした自転車の危険な運転。2022年に起きた自転車が関係する事故は6万9000件以上、2年連続で増加しました。さらに死亡や重傷となった事故の7割以上で、自転車側に信号無視、一時不停止といった交通違反が確認されたというのです。今回の法改正で危険運転はなくなるのでしょうか。自転車をよく利用する人は、多分する人はお金払ってもするやる人が中止金、車も一緒じゃないですか。結局一緒なんじゃない。まあ事故がね減るんやったらいいとは思いますけど、はい、なかなかあんま浸透しないというか、まあ、自分自身あんまりそこまで、ね、違反に対して知識がないもんでそれが違反なのかどうかはちょっと分かんないですけど。一方で今回青切符の対象とならない見込みなのが自転車運転中のヘルメット着用です。ヘルメット着用をめぐっては去年4月から着用の努力義務化がスタート。当時大阪市内の自転車店ではヘルメットは1日に10個売れることもあり、大人用はすべて売り切れになっていましたが、今日訪れてみると、月によって、ね、若干の差はあるんですけれども、だいたい1店舗あたり、15から20個ぐらいの販売があるかなと思います。努力義務化された頃と比べると販売数は落ち着いていて、在庫切れすることはなくなったようです。ヘルメットの着用は身を守るためには重要です。これは日本自動車連盟 JAF が行った自転車同士の衝突事故の実験映像です。頭部への衝撃の違いを測ると、母親の後ろに乗っている子供ではヘルメットなしが被っている時のおよそ17倍の数値となりました。しかし警察によると、大阪府内で自転車のヘルメット着用率はわずか 5.8%。 努力義務化から1年経ちましたが浸透は十分ではないようです。周りの人があんまりつけてる人いらなしゃらないのでつけてないです。みんながつけたらつけるかなと思いますけど、もっと普及したら。
そんな中、岸和田市の高校ではこんな取り組みが。生徒がグラウンドに色画用紙を持って集合します。上から見てみると事故ゼロの一文字が出来上がりました。こちらの高校では生徒の3分の1が自転車通学だということで、警察とともにドローンを使って啓発動画を作り、自転車ヘルメットの着用を呼びかけました。みんなつけてるからつけた方がいいかなって、まあ、ヘルメットつけて、まあ、損はないと思うんで、そういうおしゃれな帽子、あのヘルメットとかも出てきてるんで。若い人たちの地道な取り組みで少しでも多くの人への浸透を図ります。若い世代の人たちが中心となってですね、マナーアップというものを図っていただきたいと思います。命を守るため改めて自転車の正しいルールを見つめ直す必要がありそうです。はい、今朝取材出てきたんですけれども、まあ、月曜の通勤時間帯ということはあるとは分かっていながらも、想像以上の違反者の多さでした。そうですね、この自転車を運転する側のこれ責任も問われるようなこの危険運転というのもありましたね。そうですね、まあ、とはいえちょっと勇気を出してちょっとお話を聞いてみると、まあ、知っていたんですけどついごめんなさいみたいな、本当に悪意はなく皆さんやっているんだなということも分かりましたが、とはいえ自転車の交通違反に反則金を課す青切符、2年以内に導入されることになっています。こちらです。はい、傘差しイヤホンの使用では5,000円、右側通行信号無視では6,000円、さらにスマホ携帯電話の使用での運転はなんと12,000円、決して安くはない高い金額が見込まれています。そしてですね、これまでも特に悪質な違反には赤切符が交付され刑事罰の対象となっていたんですが、今後6ヶ月以内に酒気帯び運転、携帯電話など使用中の危険運転も新たに赤切符の対象になってきます、はい、という取り締まりが強化されることになるわけですけれども、青切符の導入、加藤さんどう見てますか？そうですね、もともとそのこれまでは、まあ、青切符ってものはなくって警告か赤切符しかなかったわけですけども、今回はその警告の一部の危険行為を、まあ、113の違反行為については青切符の対象にしたんですけども、これね、あの取り締まりを強化するとか厳しくするっていうことではなくって、はい、やっぱり自転車って乗る人使う人が多いので、まあ、あの赤切符で取り締まるぞっていうことではなくって、あの自動車と同じようにですね、反則金を納めれば刑事罰は免れますよ、あの刑事手続きはしませんよっていうことで導入してるんですよね。で、まあ、ただですね、こうあのやっぱりこう厳しく取り締まるべき危険行為はあのちゃんと取り締まっていこう、そういうことで青切符が導入されたという理解をされたらいいかなと思いますね。赤切符、刑事罰までいかない違反をどう取り締まるのかっていうのが課題であったという中で、自転車の事故が減る、まあ、実行力ということに、山田さんなるでしょうかね、この法改正が。そうですよね、ですから今までもこれはダメなんですよ、うん、ダメだけど今あの罰せられるのはそれによって重大な事故を起こしたりそういった時にだけ刑事罰としてやってたわけですけども、はい、これからは形式的にもいきますから、その点ではその予防的な効果というのは十分に期待できると思いますね、はい、あとはこの取り締まりがまあ厳しくなってもその啓発活動を山田さんどういうふうにしていくかっていうのもこれからの課題になってきそうですね、うん、あの京都府でもね、ヘルメットを努力義務化して、うん、そして自転車を買う方に対してですね、はい、もうヘルメットをできるだけ補助つけていろいろやったりしてるんですけども、あのその時は行くんですけどね、うんうん、喉元過ぎるとちょっとまた、あの薄れてしまう。しかし特にお子さんを連れてる方はやっぱり、うん、大変なあの後々後悔をするような事態になりますから、はい、そして安全の一つ一つにですね、ぜひとも気を配っていただきたいと思いますね。そうですね、まあ、自転車位置づけでいうと軽車両ということにもなります。ですから運転する人だけではなくって相手の方、他の方の命を危険にさらすということもあるわけです。交通ルールを守る意識というのを社会全体で高めていく必要があります。関西テレビニュース YouTube チャンネルをご覧いただきありがとうございます。チャンネル登録よろしくお願いします。